一部だ。一部終わったばっかり。あ、ばっかりじゃないか。全然ばっかりじゃない。潤いを足してこの美術機。初めての話ね、嬉しかった、ありがとう。なんか今日ね、今日まだ一話しかしてないけど、なんか初めましての方がすごい多くて嬉しかったよ、とっても。嬉しい。今日はお姉さんっぽい。今さ、明るくない？照明つけてないけど。うん、この後さ、よろしく、ありがとう。いいね、最高。めっちゃ天気いいしね。しかも一部ありがとう。美女いい？なんか前髪がね、変なんだよね。なんか、うん、さっきはありがとう、ありがとう。イコラバーの占いさん、そう、嬉しい。本当に嬉しかった。みんながいっぱい言ってくれてて嬉しかった。怖い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 、風。そう、一番ありがとう、いっぱいありがとう。ハート、栃木いるの？いいな。いちごと餃子かな。前髪がさ、なんかさまよってる。さまよいの前髪。来週対面なの早すぎ。え、それな、やばくない？来週は対面だよ。え、ね、そうだった、珍しかった。珍しかった。この後行きますって。嬉しい、タイプよろしく。やばいよ、ほんとマジで早くない？明日は3本お願いします。そう、なんかさ、突然暑くなる、今日暑くなるってなんかテレビが言ったから、なんかもうどうしていいか分かんなくなって買った。え、そう、買ったって言ったらみんなからね、買ったのって洋服買ったのって。え、夏だよね。なんかお外に出てないけどさ、まだ朝ぐらいしか。天気めっちゃ良さそう。買ったのって。でもほら見て、夏だよ、リサ。めっちゃ半袖。なんか白ってやっぱさ、顔写りがよく見えるなって思った今日。一部の話し会だけだけど、まださっきからさっきからやばいね。対面の日ね、めっちゃ悩んだけど、もう買った、半袖の可愛いやつ。ここがなんかふわってなってるやつにしようかなって今思ってる。か、肩がリボンの肩脇を着るか、どっちかかな。こんにちは。あ、ゆわいわせ、あ、ね、ありがとう。初見マーク取れてる。け、ゴールドのハートもありがとう。このブレスレットはね、家族がクリスマスプレゼントでくれたネックレスと同じブレスレット。かわいい、初めてつけた。もらってまだつけてなかったからつけてみた。かわいいよね、めっちゃ。ひっくり返る。
そう、登場したクリスマス、今初めてつけた、可愛いよめっちゃ、なんかワンポイントになって、今日のお洋服はマジで激安コーデだから私本当になんかこのブレスレットはまああれ高いと思うけど、あの服、今日の洋服とかもめっちゃ安い。なんかそういつもね、安いって言ったらね、花ちゃんとかに言われる、全然見えないみたいな言われる、めっちゃ安い。今日の多分上下合わせてもう5000円以下とかな気がするウケる、やばいよね、おもろい、安いでしょ。安いよね、買い物上手、嬉しい。そう、なんかすごい、そう、あんまりなんかたまにそれこそスナイデルさんの洋服とか着るけど、なんかここ最近はなんかプチプラを見つけるのにハマってて、安ってなる。なんかそう、あんまりね、だから流行りの服とかを安くで買うのが多いよ。流行ってるからさ、もう過ぎるやん。だから日傘ね、あ、日傘は去年、ん、一昨年かな、なんかサンバリアのピンクのなんかフリフリのやつを買って、それを使う。お姉さん感ある？そう？今日？質より量？あー、質より量。うん、うん。そう、かわいいよね、これ。そう。ゆうちゃん、クマありがとう。I love you。ありがとう。そう。でもやっぱさ、夏服っていうかさ、こうやっぱ夏っぽいからさ、上げた方が可愛いのかな、髪の毛どうやろうか。この後散歩行くよ、ありがとう、よろしく。桜も可愛いでしょ。どう、悩む、悩んでる。でも次の部はまだストレートでいようかな。ストレートで、あ、変えるとしたら今日はポニーとかが可愛いんじゃない、夏っぽくて。だからこうして、どう、夏だから。ここがやっぱさ空いてるしさ、こうなってるからさ、ポニーテールかな。今日はなんかツインとかじゃない気がする。まあ、なんか友達と遊びになんか遊び行くとかやったらいいかも。でもなんか夏っぽいから服が似てる。悩むね、ちょっとね。明日はメガネでしょ、
明日の格好はね、今のとこはちょっとカジュアル系。あ、でもそしたら明日もポニー。悩むね。どうしようかな。どうする？お悩み相談って感じ。でも今日の方が夏っぽいんだよな、生地的にも。やっぱ今日はポニーにするか。もう一部ストレートしてね。洋服かわいい。そこかわいいんだよ、ほら。かわいくない？めっちゃ夏だよ、ほら。すごい夏。明日はそうだよ、明日はメガネの日だから、そうって感じ。今日これさ、高さ低いよね。もうちょっといつも高いから、うん。あ、タワーさん着てる。え、そう、あ、ワンピースじゃないよこれ。下はね、ズボン履いてる。様式だね、ありがとう様式。この間からいっぱいくれるよね、タワーさん、ありがとう様式。クマさん、え、ねえ、どうし、あのさ、え、今日お休みお仕事。そういえば、あ、ゴールデンウィークですか。よしき、ありがとうね。メモしといていい？下はね、でもあのお気に入りのズボンだから、ちょっとまた履いてるってなるかも。あのグレイルのさ、ビジューの。そう、メモします。お話しか。サイバーポニーはずっとやってないですね。あ、牛派のホワイトオーバー。あ、あ、これここ、あ、そういうこと。待って、ありかもちょっと大丈夫、そんなことして。でも遠いかもね、ちょっと見えんくない？さすがに、さすがに遠くない？ちょっとさすがに遠いよ、だいぶ。ありだけど遠くない？遠くない？青？実感書いてみるじゃん。絶対遠いって、寄れない。そうなんだよ、なんか書いても見えなくない？ハートとかなら見える。え、見えないね、あんま。やっぱなんか頑張らなきゃって感じだね。頑張ってみなきゃみたいなところある。意外と、え、そうそうそう、なんか距離感が意外とむずいよね。一旦また来てね。おもろい、ウケる、こんなことして。机は動かせ、いや、机はなんか長くて、この机がきびい。そうだ、今日さ、この前髪分けてみたいみたいな欲も出ちゃってさ、なんか。でもやっぱ違うよなとか。頑張ったんです。え、楽しい。そう、
アスカちゃんでも話せて嬉しかった、ありがとう、嬉しかった、久しぶりに。アイドル前髪、ご飯食べな。すごい髪色めっちゃ見える、今光照らしてないから。でこだし、そうなんかさ、最近さ、なんだっけ、アイリットさんにハマってるからさ、そうすごい可愛いから前髪ないのも可愛いなって思うけどさ、とっても勇気。原宿めっちゃやばそう人、あでも少なそうなイメージだけどね、逆になんかさ、みんなさ地方に帰ってたりとかするからさ。よしき遊びに来て、絶対にマジで可愛いよね前髪をね、なくしたら私はもうやばい、子供になる子供になるんだよね。どうしたらいいんだろう、こんぐらい、こんな前髪だったらいいのかな、ちょっと可愛すぎてさ、アイリットさん、ちょっと可愛すぎて影響されちゃって死ぬ、影響されてんの、じわ、すごい可愛い、なんかなんか可愛いよよしきだね、ありがとうよしき、豪華だよよしき、ね、よしき絶対今日の夜来てね、配信に書くからいて、絶対に今日は予定ある夜。初めて見たこのゴールド2倍タワーさん、初めて見た、かわいい、よしありがとう、ゆわさんだね、よしきありがとう、ん、あお話し会よろしく、影響されて可愛いからね、可愛いから、最近だからちょっと可愛い、まあ、前からなんだけど可愛い人を見るっていう趣味。卵焼きどっちも食べなどっちも食べな、明日参加するよ、あよろしくしゅうちゃん、ゴールデンウィーク旅行行けるんだったら、沖縄とか行きたい、国内だったら、国外だったらハワイに行きたいな、今ヤッホー、配信待ってつく、いいね、ライブでも行きたい、行きたい、わかる、うん、初めて参加しますだって、嬉しい、ありがとう、よろ
しく。あ、そうだね、割と暑いとこに行きたいかも。暑いとこ、寒いよりかは。うん、今日めっちゃ、でもね、ここなんか寒い、なんか冷房が。今何度やろうか、ちょっと冷房を見てくる。暑いけど、めっちゃ夏だよ、リサの格好。やばい、見えてないけど、あの、ちょっと寒いかも。25度にした。とっても夏です。今日寒すぎて、マジ温度差やばいね。4月なのな、夏なのか。え、確かにまだ4月か。そういえば冷房まだ使ってない。エリサもね、家では使ってない。夏か、え、洋服かわいい。でもね、なんかなかなかのね、なかなかの肌見えてる感じの様子。5月になっちゃう、やばくない？早いね、とっても早いこと。前髪がやばい、全身見て、急に重めな前髪。肌見えてる様子がいい？明日はない。それだよね、やばいって。エッドさん、ありがとうって感じだよね。そんな長くさ、好きで言ってくれて。そうだよ、自由自在だから。ちょっと言えなかった。自由自在な前髪。仕事頑張ってね、琴美ちゃん。全身いいけど、いいよ、じゃあ全身。はい、このパンツが可愛い。見せ方やばい。あんま見えないよね、これ。そう、可愛いですよ。でも結構これが短めなので、こう結構見えますけど、お腹が割と見えるけど、このこれが可愛い。このパンツおすすめ。見えない、意外と。見せが、こんぐらい引けば見える。そういう問題じゃない。そうね、めっちゃ可愛い。これおすすめだよ、みんな。あ、わかった、こうこんぐらい引けばいいんじゃない。ほら、ちょっとカジュアル。今日はどうですか。洗濯が大変そう。見せ方がやばいよね。結構短い、思ったよりね。お腹が見えます。危ない、事故。違う、全身が見たいってみんなが言うからさ。最近はね、でもね、エリさん、あのこれグリールのね、ズボン。靴はスニーカー。そう、靴はね、さすがにちょっとまだサンダルは早いかなと思っちゃって、そう、サンダルじゃない、スニーカーです。クロスラウンドの夏まとめ、嬉しい、ありがとう。カナタ、あ、リオスタバ行ってくるの言ってな。飲んできてね、スタバ。あ、そうそう、スニーカー。下はね、意外とスニーカー。魂の叫びおもろかった。君はたの MV、 あ、確かにぽい。そう、可愛いんですよね、とっても。あ、
え、あ、終わります。聞こえますもんね、めっちゃ。はい、終わります。ちょっと私は匂いないんだけど、隣があるから聞こえるみたい。袖にボリュームある。え、そう、大好き。袖にボリュームがある。あ、大丈夫ですか。でも結構多分聞こえるかもしれないから、少々終わります。ちょっとだけ過ぎて終わります。はい、温度高めのストレート、今日は100、うん、高くないかも。声がね、ワンちゃん聞こえる。そう、聞こえるから、この2部が終わってからね、ちょっとまたやるかなって思うよ、落ち着いて。そうって感じだね。だからまだちょっとストレートで言おうかな。次3部はまだストレートで言おうかな。で5、4、5はちょっと結ぼうかなって感じ。夜ありがとう。そう、もうちょっとしたらね終わるかな。まだでも私はねないからあれだけど。2部の時間何するの。あ、これから、これからはなんだろう、写真を撮ったり、あ、まあでも写真撮るかな、撮るか散歩ね。え、そう、私最近散歩にハマってるんですけど最近散歩にハマってるんですよ。ちなみに朝ね、朝早起きして珍しくないりさ散歩するんですよ、ハマってる。でこの間歩こうと思ったら雨だったの。最悪雨だってなって、そうで朝起きて、そのまだご飯も食べず歩いて、で歩いてからなんか食べるなら食べる方がいいらしい。そう、早起き。あと最近はなんだっけ、なんか体操してるよ朝とか。うん、そう、体操。そう、なんかラジオ体操、ラジオ体操ではないかも、なんかちょっと伸ばす、なんかこういうなんか運動とか、そうやったりする。わかんない、でもね、そのブームだと思う。なんかブーム、なんか今はなんかハマってるけど、ちょっとしたら多分また朝起きるのめんどいなとかなるかもしれない。ちょっとツアーが終わってから、ちょっとだけ自由な時間ができたなって思ったから、そう、朝歩くとか。でも天気がちょっと悪いからね、こんな悪かったんだよね。ちょっと、あー、つい入ったら終わっちゃう、それは嫌。ね、いろんなことしてる。私はでもね、何もやってない。なんかその体操早起きして歩いたりとか、なんかそう、体操系。ゴビックね、ありがとう、よろしく。そう、ご飯食べて眠い？いや、眠い、寝ようじゃん一旦。健康的？そういうのしてるかな。最近の事情片付けとかねしなきゃいけないんだけどね、本当は衣替えとか。
オロナミン C を飲もうとして冷蔵庫から出したけど時間なくなって戻した時間なかった、さん無理だったよ、飲もうとして出してたんだけどね。うん、一日一万歩は、いやでもできない、あなんか無意識にっていうのはあるかも。なんか意識的には難しい。なんか1万歩は結構歩かなきゃいけないから厳しいかもしれない。なんかそう、でも割となんか最近は歩くよ。一駅二駅ぐらい歩いたりとかする。でも意外と聞ける、あの行ける、なんか曲とか聴きながら歩いたりとかしたら気づいたらなんか意外と歩いたんだみたいな。でもねなんか疲れちゃう、あのね足のねふくらはぎがね疲れるんですよ、なんかわかんないけど。だからなんかほどほどって感じ。あとさ、そのふくらはぎにさ筋肉がつくのが嫌で、とっても。絶対につくじゃん、それが好きくないから。帰ってきてすぐほぐす。そうじゃないと筋肉がついちゃうから。っていうね感じがあります。いやほぐしたらつかないことはないとは思ってるけど、でもほぐさないよりかはいいかなみたいな感じだと思うよ。ヤッホーこんにちは。そうだと思ってる。え、声聞こえる？笑い声聞こえた？嘘、そんなに？始まったからかな、もうお話し会終えた方がいいよね、絶対にね。え、聞こえる？え、リサ全然聞こえないんだけど。怖い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 。え、みんなには聞こえる？誰？わかんないけど。マジ？そんな聞こえる？あんま聞こえないよ。キャーって聞こえる？え、聞こえないよ。え？え？みんな何が聞こえてんの？めっちゃ聞こえる？嘘、叫んでないよ誰も。わかんの？ね、聞こえないよね。怖いんだけど。怖い。怖い。ちょっとあれだね。次はだから今からちょっとなんか写真かなんか写真を撮るか。何かして過ごしたいと思います。それが終わったらお昼にまたやるね。じゃん、めっちゃ聞こえる？マジ怖い。聞こえないよ全然。はい、じゃあランキングを見ます。 P13 位ザマイちゃん、12位タカ、11位マナカ、10位シューティング、9位お米、8位タカニ、7位ヒッキー、6位宮森ゆうちゃん、5位7号、4位良平、3位ひろみん、2位かなた、1位ゆわよしきでした。ありがとうね、よしき。あ、もうお仕事に戻っちゃったかな。ありがとう、絶対に書くから待っててね。ありがとうございました。ちょっとだけだったけど見てくださってありがとうございます。この後はちょっとね休憩してまたやりたいと思いますので、みんなもゆっくり休んでね。え、めちゃくちゃ聞こえる？え、本当にそれはおかしいよ。本当に聞こえないよ、マジで聞こえない、怖い。ということで休憩入ります。皆さんお仕事の方は頑張ってね。聞こえる？
よね。だって聞こえない方もいるよ。え？マジで聞こえないよ。真面目に怖いからやめて。本当に怖い。聞こえません。かなり聞こえる。なんか言ってるのも聞こえるの。何も聞こえないよ。イヤホンつけてるとわかるの。ああ、そういうこと。そういうのあるかもね。もう誰も叫んでないよ。怖いね。イヤホンだけだったのかな。そっか。まあ一旦ね、じゃあ一旦終わりたいと思います。じゃあまた後で来てくださる方はぜひ楽しみにしててください。あ、でもあれだね、3部の前にあれだね、また配信するかもしれないから。休憩だもんね、そこが長いだと思うから、早く始めれたら始めたいと思います。ということで、ちょっとね声が聞こえる、怖い。でも声が聞こえるのはあんまりいい子は分からないから、とりあえず終わりたいと思います。はい、ということで短い時間だったけどありがとうございました。またね、バイバーイ。